どうもこんにちは、ナッチでございます。なんていう私か忘れましたよ。今回はですね、進化後のジョセフを使いたいと思います。なんかすごい尖ってるんですよ。最近貴族生なんかウェイの流れ来とったじゃないですか。進化前ぐらいウェイってはっきり分かればまあ使えたんだけど、これはちょっと新しいよね。キー闇回復と王子でダメージを激減。キー闇回復の極化し1個につき3倍っていうね、火力上がっていく系です。なんでまあ 7×6 で使いたいのかな、欲を言うんだったら。まあ、もしくは火力出したい時に場面広げるとか。で、スキルが重たいんですよ。9ターンかかります。無効貫通できるんですが、9ターンかかってしまいますので、ちょっとね、使いにくそう。使う前の感想としては。で、相性のいいキャラクターとしてはこの降臨のね、プッチ神父。降臨なんですけど、リーダースキルご覧ください。まあ、ジョセフのコンボ加算版みたいな感じですね。キー闇回復の極化し1個につき2倍。1コンボ加算と。まあ、十字でも L 字でもいいですよ、みたいな感じですね。で、まあ、回復 L 字も持っておりますよ、と。で、3ターンで使えるんで、3体編成してループすれば、まあ、強いんではないか、ということで使いますが、果たしてですね。さあ、スタンドラッシュ行ってみたいと思います。結構美味しいらしい、ここ。報酬がね。行きましょう。今回もジョジョキャラだけです。待って、長い、ダンジョンが長い、すごい長い。ヘイストぶち込んでいきたいと思います。ただね、こっからが問題なんですよ。これ変身した後が問題。あ、威嚇があるのか。でもこれはでかいね。じゃあ、どうしたらいいんだこれ。1枚残しといて、1枚あえて残しいの。キヤミ回復さえ消せば激減入りますので、ここ消す。で、倒さんでいい、なんなら。で、次もう一回威嚇入れましょうという感じですね。蹴り、蹴り強っ。蹴り強くない？思ったより受けたけど。でも威嚇するでしょ。で、こっからもうループするわけ。1、2、一旦稼いでおきましょう。よし、使っていきます。さあね、なんか本来ならまあ素数になるこれ変換なんですけど、まあ盤面がねこうなってしまうので割り切れちゃうんだよな。しかもすごく綺麗に、まあこういう盤面をね我々は求めているわけですが、素晴らしいですね。これがまあ 5×6 の最大倍率。いや、だいぶ強いぞ。これができればだいぶ強いぞ。頑張っていきましょう。お、ブチャラキ兄貴、オスオス。こいつを倒せばいいんだな。ちょっと待って、痛いんだってお前ら。なんか一応体力78万まで増えたけどさ。素数は誰にも比べない。今回もいい感じにね。いやー、これさ、回復4つ消しがほぼ死んでるってのがこのパーティー辛いですね。4つ消ししたら倍率1個減らすみたいなもんだもんな。それちょっと辛い。で、こういう消し方するとあれだから良くないんだろうね。 L 字とか活かせてないから。いや、でもバカむずくない？3色でさ、木とか闇とか回復をさ、十字とか L 字に分割するの相当難しいよ。木が6。許さない、許さないぞ。それはね、上から生成できるからいいかなってことで、今回毒耐性とかは捨ててしまっております。あ、ロック解除ないのか。怖いな、ちょっと。ロックはしてくれるんだけど、ロック解除はないので、ちょっと怖いっすね。弱点がどんどん見つかっていきます。さあ、ひたすらこれをするだけ。ただ体力ちょっと押されてますかね。回復7万しかしてないので、ちょっと押され気味ですね。まずいですよ。先生がみんなさ、ご親切にありますから。お、ちょっと回復多め。ただこれは2コンボはできないと。なるほどですね。これ回復 L 字をしろってことなんかな。できる気がしないんですって。でも回復 L 字を入れながらさ、私のパズル力ではやってみます。いや、無理だぜ。
倍率が落ちるぜ、きっと。おとなしくもう、こう消すぜ。おまけおまけ、回復エルジなんて。落ち込んでこい、落ち込んで。危ない、毒が落ち込んできそう。倒せる。信念さえあれば人間に不可能はない。こっからも主人公って感じですか。ああ、十字枠みたいな、せっかくなら。素数は誰にも比べない。カッチンカッチンカッチンとるもんな。うん、じゃあ回復エルジしながら十字いきましょうか。あ、素晴らしい、今の素晴らしいよ。はい、ちゃっ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 ちゃ。まあ結果ね、暗闇は消せたんだけどって感じだね。これちょっと多分さ、手抜きでもいけるから、しょっちいコンボでいけるから、こんな感じでいこうよ。次の先生に備えよ。あるか知らんが、今んとこほとんどあるからね。6回この勝負ついてるぜ。ほら主人公になってきちゃった。あー、なるほど、ここは先生なかったと。素数は誰にも比べない。火はあるか。おー、まずいぞ。回復2個まずいぞ。倍率は出せるんですけどね。いやー、回復の落ち込み欲しい。倒せます。7回殴ってこないで。あ、素晴らしい、ありがとうございます。今んとこなんと無効貫通をね、必要としていない。ここまでジョセフの出番ないか。リーダーのスキル腐っちゃってる状態。あー、最高です。もういろんな意味で最高。いろんな意味で最高っておかしいか、日本語で。最高は最も高いだから。何択があんのはおかしいのか。待って、3ターン威嚇はまずい。もう素晴らしいじゃないですか。素数は誰にも比べない。なんかやってることはね、このパーティー強いと思うんだけどね、うまいこといかないですね。あれ、この人は降臨の方にもいましたね。 90% 根性。素数は誰にも。さて、回復消せなくなりました。これ大問題です。ここにね、消せない回復あるんで、これ頼りましょう。だからウェイを組みましょう。キレキレウェイ、キレウェイなんで、もっといい方法があったはずだ。まあでも一応回復も消えますよと。倒せませんよと。5攻撃4つはしたいのかな。でもこれさ、ジョジョコラボのパラメータ上がってて、これですからね、本来はもっと弱いと。ちょっと悲しくなってまいりました。やはりジンなのか。これさ、見た目が完全にアレスなんだよな。ついに共演できますからね。98年前ぐらいから思ってましたけど、アレスってキャラさ、なんか徐々にいそうだなってね、昔から思ってました。さて、この辺この辺全然使ってないの大丈夫か。素数は誰にも比べない。さあ、まずは様子見。コンボ数がしょぼくなっています。あー、ちょっとつながりすぎ、今のもったいない。やれやれだぜ、聞いたことあるぜ。怒らせた。ちょっとまずいぜ、体力削られてきたぜ。無効貫通いっちゃうぜ。ただあ、でも素晴らしい、これ4つ消しができますね。4つ消ししていきましょうか。素晴らしすぎる盤面。回復を考えたらね、こっちの方がいいですからね。ただ10コンボいかなかった。倒せるんかい。あ、終わり？
なんか返信とかするかと思った。終わりました。いやでも結構ギリだったことない？ランクアップも相変わらずギリギリなんですけど、結構いいよね報酬。玉ドラ落ちて、遅延落ちて、ピー落ちて、スパノエ落ちて、何週かすればあのフル強化セットみたいな感じになりますね。いやー普通のダンジョンでは使えなさそうですね。ちょっと厳しい。ロックに弱いしね、回復力低いし、まあ、この辺で補うことができればいいんですけど、そもそもね5個消しなんで 7×6 なんでしょうね。とはいえジョセフのねこれが重たいんで、リラチェンも難しいしな、なんかどう使えばいいかよくわかんない。まだわしわかんない。武器は強いと思うんですけどね、かなり。まあ、なんか魔老も来るみたいですから、新しいやつ悪魔キラーもね使いどころがあるんではなかろうかということで、魔を持ってないんでねやろうと思います、気が向けば。はい、というわけで以上夏でございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。